はい、ガーゴイル店長の渡辺です。今日はこのクックグリース、グリースを使った流行りのツヤ系のショートスタイルのセットの仕方をやってみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず最初に髪を濡らすとこから始めます。寝癖がついてれば結構多めに濡らしてあげて寝癖を取ってあげます。できるだけこう水分をいろんなところにこう含ませる意味合いでガシャ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 やるといいかなと思います。次にドライヤーをかけてきます。ドライヤーはセットしたい方向を意識しながら乾かしてやるといいと思います。今日だとこっちからこっちに流したいのでドライヤーを右手に持って左側に流すようなイメージで乾かしてあげます。ここでポイントがあって、ドライヤーの強を弱にしてトップこの辺付近をボリュームつけていきたいので、手を後ろから入れてもらって根元を起こすイメージで熱を当てて冷めるまで握る。で離す。手を入れて熱を入れて握って冷めるまで待って離す。冷めるまで待つっていうのが一つのポイントになります。人工的に 寝癖をつけるようなイメージですね。前髪を少しここを上げたいイメージなので、前からドライヤーを当てて風を当てながら髪を起こしてあげます。ここも冷めるまでこの状態で押さえます。そうするとこれを離すとこのまま立ったままの前髪が出来上がります。次に後ろをやる時のポイントですが、後ろはやっぱり見えない部分なので自分では非常にやりづらいんですが、ここもさっきのトップと同じで毛の流れに沿って指を入れて根元を起こす。毛の流れに沿って指を入れて根元を起こす。でこの時にここのところに熱を当てて冷めるまで待って離す。失敗例としては、手を下から入れてボリュームを出そうとすると毛が跳ねてしまうので寝癖みたいにボリュームがついてしまいます。こうですね、こういうふうに跳ねてしまうのでこれは失敗例になるので、必ず手は上から入れて根元を起こす。毛をこういうふうにこういうふうにこういうふうに起こすイメージでやってやるとうまくいくんじゃないのかなと思います。癖をある程度つけてからワックスをつけると一日中維持ができるので、ドライヤーはセットの前に必ずやった方がいいのかなと思います。ここからワックスをつけていきたいと思います。今日使うのはこのクックグリース。セット力で言えばスペシャルハードってなってるんで、かなり強めの水溶性のポマードになります。今流行りのツヤ系のセットとかはこれでやると結構簡単にできるのでおすすめです。だいたい1回で使う量はこのぐらいですかね。結構多めで大丈夫だと思います。でワックスもつけるときは毛の流れを意識しながらつけていくと簡単にセットできると思うんで、今日だと、こっちからこっちに流したいので、その流れに沿って指を当てて左右に振りながらつけていきます。前髪を上げたいので前髪も前の方から少し。ここでちょっとポイントになるんですが、私もいい年になってきてだんだんとここが薄毛になってきます。こう私もこう上げてこうやると結構薄毛に見えません？ここ
なんでそういう場合にもいい方法があって、上げるときはここの真ん中付近だけを上げて、ここの薄くなってきた部分は少し下気味に下げてあげると、薄毛もカバーできるショートヘアのうまいセットができるんじゃないのかなと思います。でトップは少しここにボリュームをつけたいので、根元付近を立ち上げるイメージでワックスをつけてあげます。で後ろもつける時も前と同じなんですが、毛の流れに沿ってワックスをつけてあげた方がいいですね。上から下に向かってワックスをつけてあげる。ここの部分は、後頭部の部分は少しボリュームを持たせたいので、やっぱり上から手を入れて少し起こすイメージでこのようにワックスをつけます。ツヤ系のセットをする場合はできるだけ下側のこの辺とかまでツヤのあるグリースなりジェルなりをつけてあげるとよりスタイルがまとまります。はい、これで完成になります。簡単なのでぜひやってみてください。オロナミン C みたいな匂いです。ちょっとここにつけすぎたな、大変なことになってる。ここは下タオル1本取ってください。あとこれで完成だから、8歳につけすぎて